はい、どうも、こんにちは、呼吸学者石倉義信です。今回のバーチャル呼吸トリップはですね、普通に佇む桶ではあるんですが、ある鉄、よくほらネジとかさあるじゃないですか。銀座で苔散歩した時も道端のネジと一緒に苔はね、相性がいいんじゃないかって見て見て、こういう感じ。 またネジいるね。ネジって他にネジってつきもの。このネジ、このネジは、このネジはここまで埋まってくれたら嬉しいけど、やっぱあんま空間、普通の道端なんだけど、そいつをもうちょいクローズアップしてみたいなと。まあほら、これ何の変哲もない道端の苔ですよ。でもう一個寄ると、いて可愛いのいるでしょ、上にさあ。でこれナットですよ。マツコの知らない世界にも出た時に、あの苔ナット、まあ、ボルトとナットあの上に乗ってるっていう、まああれは奇跡のコラボ、ほんとサプライズですね。でそれのような感じなんだけど、この場合はね、もうナットが落ちてるだけでもまたね、風化して錆びてるわけですよ。これちょっと言ってみてくれ。ほら、なんかさ、もうよく言うけど、ほら、ラピュタとかのさ、巨神兵が倒れてるところなのよ、こういうのは。もうこの風化していく中での生命体ね、これがちょっとでも美しいと思う。これもうちょい寄ってみるとね、もっとすごいね。何の変哲もない道端ですよ。に苔がいて、ちょっと見るとなんとか、これだけでなんかこれなんていうのかな、地球の素敵なところと寂しいところが感じない、これで、ね、これもうちょい寄って、これも寄ってったら、これもう悲しくない、これ切ないというか、まあ、これがね、気づくか気づかないかがいいか悪いかではないんだけど、わびさびですよ、苔と鉄、ね、これもあれだよね、入りたくなってくるよね。座れる、歩いてる人がこう来てさ、もうその人たちは毎日忙しく通勤していく中さ、このナットはさ、錆びながら人を見てんですよ、苔に蒸されながら。まさにこれ苔蒸すね。でまあこういうね、苔と鉄とかっていっぱいあると思う。でここだけじゃないやつをね、また紹介したい。これ確かね、これ秋田のモナリザ近くシアターズっていう映画を撮りに行った時の、ちょこっと苔散歩した時に出会ったの。これも苔となった。こういうものは多分下にね、多分鉄板をこう止めてあるんだよね。そこに苔が蒸してると思う。この次見てください。これまあナットが逆さにひっくり返って、そこの中にも苔が生えた。だからこれはさっきまでのやつと違って、このナットは中の苔が入るんだね、蒸すまで何年もこのまま動いてないってこと。これも入ってみようかな。ここも入る。中のさ、この苔座布団みたいなさ、いい、これいいですよ。これ周りが鉄でさ、鉄になってさ、こうやってこうちょっとふかふか、よくね、1年で1センチとかいうのね、その分額を、まあ、苔の種類にもよるんですが、でもこれはもう確実に1年以上経ってないと、こういう群落つかないっていう。でこうやってこうまたね、このナットの中に入ってさ、こう毛風呂、そういう感じで、こういう佇まい、わびさび。じゃあ今回どうしよう、最後のお別れはこれ、やっぱ苔の上に座りたいじゃん。苔の上に座ってさ、うん、またお別れしよう。大体このバーチャルコケトリップ何かに入るっていう形になってきたけど、それ別に決まりじゃないからね。でもこうそういうところでも楽しんでもらえるように、あの小さなところにも焦点当ててコケ散歩を楽しんでください。それじゃあ今回はあのコケナットの中のコケクッションの中に座ってお別れしたいと思います。それじゃあバイバイ。